オーディオブック「夢探偵フロイト」「てるてる坊主殺人事件」おたもりそれは本当かおたもりはフロイトに目を向けた髪の毛に限定してるんで丸刈りってわけじゃないですけどねヒットした最初の事件は今から15年前のものですオカルト版の記事からですが 調べたら本当に事件が起きていたようで、新聞記事をアップしているサイトがありました。それってどんな事件ですかてるてる坊主殺人事件。内藤良、著。朗読、坂巻光弘。河野武俊。原さゆり。徳石勝弘。広川くるみ。 小張咲厚木七海牧村拓也夢を手がかりに事件に挑む大人気ミステリー第2弾オーディオブック「夢探偵フロイト」「てるてる坊主殺人事件」各オーディオブック配信ストアにて販売中。